はいニュータ動物病院へようこそ院長のニュータモトキです私は日本大学生物資源科学部獣医学科を2005年に卒業しました兵庫県の出身ですが卒業後は大学のある神奈川県でそのまま暮らし町田や横浜の動物病院で研修し 二千十二年に党員を会員しました。はい。獣医師の仕事は単に動物を治療するだけではなく。その治療が飼い主様にさまざまな意味でご満足いただけるものでなくてはいけません。動物医療は目覚ましい進歩をしましたが、それに伴い。 飼い主様様のニーズも多様化しましまたそれぞれの事情に応じた治療を行うため私はコミュニケーションを密にし飼い主様が本当に望むことを追求するよう常に心がけています医療の進歩に伴い 寿命が延びたペットの介護が問題になっています夜泣きや寝たきりの状態は飼い主様にも大きな負担になります動物病院はこうした介護においてもデイケアやお薬等で協力できることがたくさんあります介護が楽になれば飼い主様は最後までペットに良い印象を持ち続けられ飼い主様もペットも幸せにできると考えます 動物病院の獣医師は、動物が好きで、なおかつ人間が好きでないと務まらない仕事です。国家資格に必要な知識習得は大前提。その上で、愛される獣医師になるためには、豊かな人間性が不可欠です。日本大学の獣医学科は、校風が自由で、カリキュラムにもゆとりがあります。多彩な学科の学生と交流しながら、 社交性や対話力も磨ける理想的な環境だと思います皆さんも頑張ってください